スズメが鈴なりだね。カルガモがいっぱい出て、どっちなんだろうね、これ橋太なんだろうか。ちょっと額が丸いような気がするんだけどね。まあ、どんだけ身近にいる鳥のことでも全く分かってないんだからね。風がきついな、今日は。飛ばされそうだわ、風で。青崎さん、頭。寒そうだね、青崎さんも。冷たい。めっちゃ手が冷たいわ。すごいね。あ、スズメか、これ。スズメだわ。スズメのお宿だね、これ。近いな、これも。
近すぎる。はい、ご視聴ありがとうございます。このチャンネルでは兵庫県の内陸部にあります北播磨というエリアから野鳥などを撮影して季節の移り変わりをお送りしておりますがね、今日はちょっと寒かったですね。風が強くてね、ということでちょっとまあお見苦しいこの映像とお聞き苦しいね音声になってると思いますね。申し訳ないですね。皆さんのエリアではどうですかね、この冬鳥のピークというのはね、もう来てますでしょうかね。もう言いましても冬がねもう真っ最中ですし、私はまあ注目し始めてからね野鳥にまあちょうど1年ぐらい経つんですが、今まで出会った野鳥にはほとんどね、まあ、冬鳥というのか、まあ、出会っておりますのでね、今後それほど何ですかね変わった野鳥に出会う可能性は非常に低いと思いますしね、まあ、毎回ご覧いただいている方にとっては何かもうそれほど変わり前のないような動画が続いてしまうかもしれないんですけれどもね、まあ、ご了承願いたいと思いますね。この北播磨というエリア、まあ何でしょうかね、こうまあ、内陸部ですのでね、まあ、海がないというかな、まあ、そういったこともあってその辺りに生息するような野鳥というのは、まあ、一切出てこないというようなこともありますしね、まあ、これ何でしょう、野鳥の観察のピークというかな、これ今一番いいシーズンじゃないですか。で私も夏場にちょっといろんなところをね歩いたこともあるんですがね、まあ結構ね皆さんこう野鳥観察されてる方はまあご存知だと思うんですが、なかなか厳しくてね、まあ、それほど思うように野鳥に出会えなかったこともあるんですけれどもね、まあ、それでも、まあ、皆さんのおかげでいろんな野鳥に出会うことができたというかな、知識もまあねいろんなことで教えていただいたりとしてね、まあ、楽しくこれ過ごさせていただいたんですがね、まあ、ちょっとこのいうことでね、まあ一段落というかな、そういう風になるかもしれません。こうまあ動画のアップする頻度もね、まあ、今までのようにはできないかもしれませんけどもね、まあです懲りずにね、まあ気が向いたらまたお越しいただきたいと思いますね。本日はありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。